皆様ご機嫌よろしゅうございます。カニササラ綾子でございます。本日は私とともに平安時代の文字平安仮名について学んでいきましょう。これが平安仮名です。平安仮名のあです。あ、牛車だと遅いんで牛をチーターに変えておきました。ありがた迷惑のあです。続いてこれが平安仮名の絵です。雅楽モノマネ絵転落全然練習してない人。続きましてこれが平安仮名のおです。おしゃれなカフェにある大きいテーブルを他人同士で共有して座るやつ、あれ全然落ち着かないのおです。続きましてこれは平安仮名のへです。平安貴族の悪口。お前の母ちゃんおはぐろ薄いのへです。続きましてこれは平安仮名の何でしょうか。あ、これあ、これ陰毛ですね。陰毛の群れですね。陰毛は敵から身を守るために群れを作って大きな魚に擬態するんですね。今度は陰毛が海の海藻アマモに擬態を始めました。そこへマナティがやってきます。陰毛をアマモと間違えて食べてしまうようです。あ、マナティに陰毛が生えてきてしまいました。こうしてアザラシは生まれたんですね。